皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。さあ、本日も始まりました。トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、ロシアの冬季ミサイル攻撃は失敗です。で余まります。えー、3月1日、3月になりましたので、春になってきましたね。で、この冬、ロシアはウクライナに対して大規模なミサイル攻撃を仕掛けるんじゃないかというふうに言われておりましたけれども、失敗しましたというお話でございます。 ちょっとね、ミサイルの話は後半にお話しさせていただいて、前半はトピックス的にお伝えをさせていただきたいんですけれども、またね、撃墜しちゃいましたっていう話、もうコメントにも入ってるので、皆さんご存知だと思うんですけれども、これね、ロシアの軍事ブロガーなんかが、戦意高用のためにウクライナが持ってると嘘ついてるって言ってるので、ちょっとそれも含めてね、お話をさせていただきたいと思うんですが、まず前半はトピックスとして、一発目はね、こちらから行きましょう。 タッカー・カールソンさんの話からいきたいと思いますけれども、よろしくお願いします。えー、タッカー・カールソン、プーチンの主張する非ナチ化について、今までに聞いた物事の中で、えー、最も馬鹿げているものの一つだと、何を意味しているのか理解できない非ナチ化についての会話すべてが嫌い。だって、そんなもの、嘘だから、ということでですね。 サッカー・カールソンさんが、まあ、ロシアファンの皆さんのはしごを外すっていう発言をね、インタビューでしてしまいましたっていうことなんですけども、えー、昨日便利なバカのお話をね、させていただきまして、たくさんのコメントいただきまして、本当にありがとうございます。で、冒頭昨日のね、動画でも申し上げたんですけれども、ロシアを応援する人のことを私は便利なバカだとは思っていないし、あの、バカにする気もないです。 で、ちょっとね、ボタンの掛け違いがある。例えば、極差に警戒するっていうことは大事だと思うんですけれども、そこと、ディープステートかどうだとか、国際金融資本がどうだとかっていうところと結びつけて、狭い視野で考えてしまってるので、ちょっとね、ボタンを掛け違えちゃってるのかなっていう気がします。で、これもね、全貌が明らかになっていないので、 ここからね、誠実に情報を探っていって共有していくしかないということになりますけれども、そこをね、利用されて便利なバカ扱いをロシア側からされてしまってるということで、まあ非常に不便だな、あ不憫だなという気がするんですよね。うん。えー、その上で、まあタッカー・カールソンさんというのもね、このロシアを応援する人からすると、味方だって思っていたと思うんですけれども、非な地下。 ウクライナナチだっていうのは嘘だって言ってますね。そんなもん信じてないっていうことを言ってるんですけれども、タッカー・カールソンさんというのは、まあ、FOX ニュースに所属していた方ですけれども、基本的にね、この人はビジネス陰謀論者です。ビジネスでやってます。で、ただ単にビジネスというわけではなくて、やっぱりね、極左とか共産主義が大嫌いなんですよ。 その上で、まあ、受けがいいところで、やっぱり DS とか持ち込んでくるっていうことになりますね。で、ロシアを応援する姿勢はあるんだけれども、やっぱりね、分かってる部分は分かってるんじゃないかと思いますね。で、さらに言うとね、もう一つ、ロシアファンの皆さんがよくね、引用するシーモア・ハーシュっていうジャーナリストの方もいますよね。あれもね、ビジネスです。 うん、でそのビジネスにすがって、しかも、めちゃめちゃ応援してるロシアから便利な爆破扱いされてるということでね。この辺がですね、ちょっとまあ切ないなという気がするんですね。で、その上で、こちらは全然関係ないのにわざわざですね、ウクライナを応援している側のところに来て、まあいろいろと文句を言って、逆にこれまた嫌われてしまうみたいなところでですね。うん、まあその帰る場所がなくなってるみたいな風にも見えるわけですよ。で、 人間なんで、しかも国際政治難しいですから、間違えることなんで私も含めてみんなあります。で、大事なことは、それを修正する誠実さだと思うんですね。で、修正した場合、もういくらでもウェルカムですね。あの、過去のこと続く気はありませんので、ぜひですね、情報をどんどん仕入れる中で、軌道修正をね、していっていただきたいなというふうに思いますね。ロシアは便利な馬鹿だと言ってるし、タッカー・カールソンさんは、 えー、ウクライナナチなんていうのは嘘だっていうことを言っているってことです。この辺もね、アップグレードしていただきたいなと思います。ではですね、ちょっと撃墜情報行きたいと思いますけれども、まずはこちらですね、2月の29日でございますけれども、またね、SU34 を撃墜したっていう発表があったんですが、もう一つあるんですよね。それはこちらです。うん。2機ということで。で、最初、1機撃墜したっていう情報で、また撃墜したと出てきたので、 また今日も1日2機かっていう話だったんですけども、後半出てきたの2機プラス追加されてるんで、1日3機だったっていう、そういう話になります。で、えー、ここ直近でなんですけども、まあこんな感じですね。SU34 が10機、SU35 が2機、A50 の早期警戒完成機が1機、 で、A50 に関しては、1ヶ月前、1月にも撃墜してるということになるので、今年に入ってからの、この、ウクライナの戦火っていうのは、莫大な戦火になってます。えー、ロシアがですね、今、ゾンビ突撃を繰り返して、ウクライナ弾がないので、領地としては、えー、ロシアに侵軍されて占領されてますけれども、 これはね、原因がはっきりしていて、弾が来れば盛り返せますし、えー、領土も取ったり取られたりなので、取り返せばいいということになりますが、ロシアのこの損失はパイロットっていうところを考えると、ちょっとね、回復不能な、そういう損失なんじゃないかなと思うので、戦果として今年に入って、ロシアとウクライナ、どっちが戦果を上げているのかって考えたら、私はね、断然ウクライナじゃないかなっていう気がしてしまうんですね。 で、今回もですね、原因に関して、昨日、まあ、あの、アマタクオンさんの読みというのをお話しさせていただきました。滑空ミサイル、滑空弾で撃ってきているので、非常に高い高度に行くと。で、そうすると、ジャミングできないので、まあ、ミサイルに捕捉されてしまう。迎撃ミサイルにやられて落ちてんじゃないかと。で、それぐらい今チャンスだということで、最前線まで飛んでいってるけれども、それがウクライナの射程圏に入ってきているから、こういう現象が起きてんじゃないかというお話をさせていただきましたけれども、 え、空軍のね、イグナート報道官も同じことを言ってますね。相手が核弾、あの、利用してきてるから落とせてんだよっていうことを言っているので、まだまだしばらく続きそうだということでございます。で、あとね、残りがどれくらいかっていう話なんですけども、これ予測の範囲、不相のイーグルさんですね。よろしくお願いします SU。SU34 の運用機数は100を切ったということで、まだね、100近くあるということで、さすが物量お化けっていうことなんですけども、 稼働期数はそれより下だということで、まあ、60機から70機そこに制裁の効果が乗っかってくるだろうから、点々点ということが書いてありますね。まあ、100機を切ったということになって、全部運用できないとすると、6、70機ぐらいまだ運用できるんじゃないか。でもこれを全部、ウクライナに突っ込むことはできないので、えー、あとね、この半分ぐらいがせいぜいじゃないから、それでもね、30機、40機展開できるということになるので、まあまあ、ロシアの物量っていうのはすごいなっていう、そういう話になってくるんですけれども、 この勢いでパイロットを失っていくと、戦闘機ゼロになる前に機能不全に陥る。で、機能不全に陥ってはいけないので、当然温存しなければいけない分が来るので、これね、戦闘機も、ま、6に飛ばせません。戦闘機でも、ウクライナの方が有利になるみたいな、そういう状況がね、もしかしたら出るかもしれないですね。これはもう本当に想定外。この上でね、F16 が来るということなんですけれども、えー、ま、大ピンチなわけですよ、ロシア君ね。 で、ここですね、ロシアの軍事ブロガーなんかが、いやいやいや、視覚的に確認できてねえじゃねえかということで、SU34 っていうのは、ウクライナが指揮を公用するために、今、領土取られてますんで、指揮を高揚するために孵化してんだと、嘘ついてんだっていうことを言ってるわけです。で、確かに、視覚的に確認できる機体数はこの半分以下ぐらいになってしまうんですけれども、でもね、ウクライナが今、そんな嘘をつく必要があるのかなと、例えばこれが本当は撃墜できてませんでしたっていう時の方のダメージが大きいという、 ということですね。で、もっと言うと、今実はウクライナは、この戦闘機を落とす、状況というのが整っているわけですよ。えー、ロシアは大統領選挙を控えているので、なるべく占領地を増やしたいということで、航空優勢を取ろうということで、航空支援を増やしてきていて、前線まで戦闘機が出てきて、ウクライナが届く距離にあると。えー、そして核空弾を使っているので、非常に高い高度から核空弾を撃ってくるので、ジャミング効かないと。 電子妨害できないというところ。さらには、どこにウクライナの防空兵器があって狙われるかわかんないので、本来であればレーダーを聞かせたいんだけれども、A50 が1月2月と連続で撃墜されてしまっていて、今ですね、レーダーがあまり効いてない状態なんじゃないかということで、条件が整っているわけですね。状況証拠的に行くと、まあ、ウクライナの発表ってかなり正しいんじゃないかなという気がするわけです。でね、その証拠に A50 なんですけれども、 えー、U11263、いましたっていうことなんですが、やはりですね、こういう衛星のおシンとの皆さんが、えー、A50、まだありますんで、どこにいるんだっていうことを追跡してくださっているんですね。で、あと運用可能なのは1機ないしは2機っていうふうに言われてますけれども、すでに見つかっちゃってるんですよ。どこにいるのか。で、点々といろんなところのね、飛行場を、うろちょろしてます。A50 が。で、どの辺をうろちょろしてるかっていうことなんですけども、ロストフとかですね、クラスノダール、 のあたりですね。国海の、まあ、ちょっと東側、もっと言うとね、アゾフ海の東側の辺ですね。をちょっとうろちょろしてるような状況です。しかしながら、この A50 というのが今ね、 仕事してないんですよ。うろちょろしてるだけ。で、じゃあなんであんなうろちょろしてんのかというと、あまりにも戦闘機が撃墜されるから、レーダー聞かさなきゃいけないから、近くまで来てるんだけど、次 a 5 0を落とされたらどうしようもないということで、なかなかですね、任務にはつけないみたいな、そういう苦しい状況というのが、ロシア軍側にあるんじゃないかなと思いますね。 そもそも諦めるんであれば、あんな近くまで A50 持ってくる必要はありませんし、レーダー効かせるんであれば早く飛ばせよという話になりますんでね。ただ近くに持ってきてるだけというところにロシア軍の苦しさがある。でも近くに持ってこざるを得ないぐらい戦闘機を落とされてるていうそういう状況なんじゃないかなという気がいたします。まだまだ、えー、ロシアの戦闘機の撃墜は続きそうだというお話でございます。はい。では、ロシアの陶器ミサイル攻撃失敗の話に行きたいと思います。JSF さんです。よろしくお願いします。 ウクライナ迎撃戦闘2023-2024年冬季3ヶ月間巡航ミサイル減少と弾道ミサイル増加の傾向ということでちょっとね難しいタイトルついてますけれどもまあ要するにロシアのこの陶器のミサイル攻撃は失敗したっていう分析記事になりますむちゃくちゃ勉強になるので概要欄に貼っておきますので興味のある方ぜひね見ていただきたいというふうに思います えまずですね、こちらの表から行きましょう。12月から1月、2月と、えー、ロシアのこのミサイル攻撃を表にしたものになりますね。で、カテゴリーとしては、飛来したミサイルの総数が一番上に載ってます。で、その下に高速ミサイル、低速ミサイル、低速ドローンという区分けになってますね。 ミサイルの中でもいろんな種類が使われているのでこういう区分けになっています。例えば高速ミサイルは弾道ミサイルになりますけれども、キンジャールとかイスカンデル M とか、あとは北朝鮮が供与した火星と呼ばれるミサイルですね。こういうものをまとめて高速ミサイルというようなカテゴリーにしてこう分けてあるようなものになります。で、一応この3ヶ月の総数なんですけれども、何発撃ってきたかということは1815発になりますね。高速ミサイルが243発。 低速ミサイルが279発、低速ドローンが1293発ということでございます。むちゃくちゃたくさん撃ってきたんだけれども、結果として失敗しましたって話。で、失敗の原因先に言いますね。先に言います。えー、北朝鮮から大量のこの弾道ミサイルを買ったっぽいんですけれども、あまりにも性能が悪すぎた。 で、ウクライナ側が今のところ確認してるのは北朝鮮のミサイル24発。で、もっと多分あります。今後もっと数増えると思うんですけど、今のところ24発。この24発中、目標にちゃんと飛んできたのは何発かっていうと2発だけなんですよ。うん、22発はあっちの方向に飛んでっちゃったっていうことで、ロシア軍のですね、まあその兵器というのは思ったよりも性能が良くないぞってこれ、戦争が始まってから世界中にバレたわけですね。 ところがそのロシア君をもってしても想像できなかったぐらい北朝鮮のミサイルの性能が悪すぎてロシア君はこの冬季のミサイル攻撃失敗したっていうそういう話になりますで迎撃率でまず考えますと低速ミサイルと低速ドローンに関してはおおむねですね80%以上平均でも80%以上の迎撃をしていますでこれに関しては今後もこうこのような迎撃率でいくと思うのでこれは対応できるかなっていうことなんですけども えとね、全然迎撃できていないのが高速ミサイル、キンジャール、イスカンデル M とかそういうものになりますね。で、これに関してはもうものすごい迎撃率が悪くて、2023年の12月69発撃たれて迎撃が18発、迎撃率が26%。これがね、この3ヶ月が一番良くて、1月になると124発も撃ち込まれているにもかかわらず、迎撃がね、15発しかできていない。迎撃率は12%になります。 2月に至っては50発え、かなり減りましたけれども、50発撃ち込まれていて、迎撃はね、1発だけっていう状況。で、この状況の中で、まず加味しないといけないのは、S300 の防空システムのミサイルを転用したものと、あとは対艦ミサイルですね、を転用したミサイル。この転用ミサイルが全然迎撃できていないんですね。で、これは何かというと、ハルキウを狙われていて、最前線に近いので、パトリオットを配備できないんですね。 ということで、迎撃できる迎撃兵器がないところが迎撃できていないので、こういう数字になっているっていうことになります。で、迎撃できているものは、キンジャールとかイスカンデル M ということになるんですけれども、ちょっと高速ミサイルに特化した表の方に行きたいと思います。こちらになりますね。うん。えー、これがね、高速ミサイルに特化した表になります。えキンジャールで行きますと、12月が5発、1月が20発、で、2月になるとね、0になるんですよ。 イスカンデル M なんですけれども、12月は確定した分類なしなんですが、1月が25発、2月が13発。で、未消弾道というのを、これが多分北朝鮮からの供用分になろうかなと思いますが、32発、12発分類なしみたいな感じになってますね。で、その下に KH-22、これが対艦ミサイルを流用した、転用したもの。で、S-300、対空ミサイルを転用したもの。これは全く迎撃できてません。 で、これ、ハルキューとかに打ち込まれてるやつ。さっき、あの、説明したものになりますね。ということで、キンジャールとかイスカンデル M なんですけれども、まあ、この辺がね、迎撃できないといけないということなんですが、これに関してはね、どうやら枯渇したんじゃないかっていう話ですね。ただし、 月産六6発から7発ぐらい作れるので、今後ともそれをね、順次撃つ、もしくはちょっと溜め込んでから撃つみたいな状況になってくるということ。えー、ウクライナにですね、まあ、パトリオット等々がさらに配備されていくと、もう少し防げていくかなという状況になります。ということになると、ロシアのこのミサイル攻撃そのものがすでに、えー、ウクライナに対して勝利をするための条件ではなくなったっていうことですね。うまくもう今後も機能しませんっていうことがこの冬で確定したんじゃないかなという 気がします実はですね、この冬季を迎える前、夏と秋で、この高速ミサイルというものをロシアが何発撃ってきたのかということなんですが、39発なんですよ。6ヶ月で39発。月に直すと大体6.5発ぐらいなんですね。で、高速ミサイルをロシアが自分たちで作れるのは月に6発程度って言われているので、本当にもう今年、あ去年の夏ぐらいから作っては撃ちみたいな状況だった。 ところが、冬季になってバカバカ増えたわけですよね。ものすごい量増えてしまったということなんですけども、69発、124発、50発なので一気に増えた。で、この一気に増えた要因が、要するに北朝鮮のミサイルだったんじゃないかってことです。でないと、この増えた数っていうのが説明がつかない。ところが、その北朝鮮のミサイルがあまりにも性能が悪すぎたので、この冬季ですね、ミサイル攻撃で派手にウクライナ領土内をぶったかいたっていうことをやろうと思っていたんだけれども、 失敗に終わったっていう、そういう話でございます。北朝鮮も弾道ミサイル大量に作れるわけではありませんので、えー、この、まあ、電力インフラなんかを狙ったロシアの攻撃というのは基本的に、え、この戦争の中で失敗したということが言える、そういう冬になったんじゃないかっていう、そういうお話でございます。というところで、本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。